桜井城に桜井城にから1939年1月28日は日本の科学者、イギリスのアレクサンダー・ウィリアムソンの元へと留学し、帰国後は日本で2人目の科学系教授として東京大学の教授に補職された。帰国後は主に物理科学分野で研究活動を行ったが、むしろ東京科学会の運営や理化学研究所、日本学術振興会の設立など、 学術振興に関わる活動が著名である。応用科学よりも理論科学を重視、また科学教育を重視する考えから、長い長い吉らと対立があったとされている。1858年に桜井仁太郎、八百夫妻の娘として、金沢馬場一番長に誕生した。幼名は、上五郎。父、仁太郎は、加賀藩士。母、八百は、仁太郎の五歳。 長兄と時兄は、人太郎とその戦災の間に生まれている。5歳の時に、父が病死し経済的な苦境に陥ったが、今後は、学識が必要となると考えた母は、子供たちに十分な教育を受けさせた。上五郎は1870年に、半立の英学校の遅延館に入り、医学者の三宅州に指示した。さらに推挙されて、七五,五学所に移り、 カガハンに招兵されたパーシバル・オズボーンから英語での教育を受けた。ここでは後に共同して理科学研究所を設立することとなる高峰常吉も人時教育を受けていた。翌年にすでに藩の更新生として改正学校に入学し上京していた三谷に桜井望希たちのもとに母と共に上京した。同年13歳で大学南校に合格した。 4年目からの本家では科学を専攻し、親とい外国人のロバート・アトキンソンに指示した。5年目の1876年に文部省の国費留学生に選ばれ、杉浦重武と共にロンドン大学へと留学した。ロンドン大学では1年目に科学の試験において主席を取り金メダルを受けた。また2年目においても主席を取り、奨学金を受けた。研究においては、 アドキンソンの死でもあったアレクサンダー・ウィリアムソンの指導を受け、有機水銀化合物の研究を行い、論文を2法発表した。この成果により1879年に、ロンドン科学会の会員に推挙され、終身会員となった。ここで1880年に、英国人にも馴染みやすい常任に改名した。また、ファラデー金曜講演会のような場で、 科学者以外の一般人が教養として科学を身につける文化について知り、それが彼の教育論に大きな影響を与えた。ロンドン大学は応用科学よりも理論科学を中心に研究を行っていた。彼は理論科学の重要性を感じ、帰国後もそれを主張し、主に物理科学分野で研究を行った。当時ヨーロッパの科学界では原子論についての論争が起きていたが、 アトキムソンやウィリアムソンと同様に彼も原子論を支持する立場を取った。これらの主張が後に設立された東京科学会の中で大きな争いを巻き起こすことになった。桜井は1881年に日本に帰国し、アトキムソンの公認として東京大学理学部講師となった。翌年には教授に昇進した。科学系の教授としては、 松井直吉に続いて日本で二人目であった。またこの年に加賀藩士の娘、岡田さんと結婚した。1883年に東京科学会の会長となり、1885年まで務めた。当時東京科学会においては、科学用語の訳語の統一が重大な課題として上がっており、桜井も訳語選定委員を務めていた。特に大きな問題になったのは、 科学と生命学の対立であった。江戸時代に生命の語が作られた当時には理論科学と呼べるような体系はまだ構築されていなかった。そのため生命は応用科学を帝国時代になっても工業科学分野では根強い支持があった。1884年に科学を生命学と改めることについての全会員73名による投票が行われ、 賛成35名で否決されている。このような状況下で、桜井は現在の物理科学の発展と科学が原子の運動を解析する学問となるであろうとする展望についての会長講演を行った。しかしこの講演はむしろ工業科学派の反感を呼んだと思われ、当時ドイツに滞在していた長井長吉を会長として迎えるクーデター人事が翌年に行われた。その後、 桜井は科学界の役職からは長く遠ざかることになった。1886年に東京大学の帝国大学への改祖により東京帝国大学理科大学の教授となった。1887年に学位令が発布されたことにより翌年理学博士号を受けた。1892年には沸点上昇法による分子量測定の改良法を発表。 1896年にはグリシンやアミノスルホン酸の水溶液の電気伝導度測定について報告しグリシン溶液の電導度が低いのは感情構造を取るためではないかと論じた。1890年に桜井は中澤岩田との間で理科教育論について論文で互いに批判を行っている。桜井はイギリスでの体験から 初等教育から実験や理論科学について教えていくことが良いとしていた。それに対し中澤は初等教育のうちに理論科学のような理学者向けの教育は不要と論じている。このような理論科学を軽視する傾向はドイツでの新規プロセスの開発の例を知る大学の研究者の間ではかなり薄れてきていたが外国からの既存技術導入を優先した。 産業界では1930年代に外国からの技術導入が困難となるまで存続した。1896年に桜井は役員として東京科学会の運営に復帰した。その一方で少数派の大学研究者と多数派の産業界の技術者との間で潜在的な対立が深まっていた。対立の原因となった。 科学訳語論争は1881年に科学訳語集が出版されて一応決着がついていたが1896年にその再犯が定義された際に対立が再び表面化することになった。最終的には1898年に工業科学系の技術者は工業科学会を設立して東京科学会から分離独立した。 科学薬語集の再版はなされなかったが、1900年に科学語彙という名で、桜井と高松と余吉の教著として、科学会とは見かけ上独立した形で出版された。1898年に桜井は東京学士会員の会員に選ばれた。ここで彼は国家と理学という講演を行って、国家として理学を進行することが、 国力の向上につながる旨を述べている。この後、彼は科学を振興する国家プロジェクトに力を注いでいった。1899年にドイツ科学会から桜井を通じて東京科学会に原子量表作成の国際プロジェクトへの参加要請があった。1884年に行った会長講演で桜井が原子論支持者であることは海外にも知られていた。 そこで最大会員数を要する子。1901年にはグラスゴー大学から名誉博士号を授与された。1903年には東京科学会の会長に再び就任。以後1904年、1909年、1910年、1912年、1915年に会長を務めた。1907年には 東京帝国大学理科大学長に就任した。1907年には教授在職25周年、祝賀会が文科生によって開かれ、祝賀金を受け取った。これを桜井は全額東京科学会へと寄付した。これは桜井科学研究奨励資金と名付けられ、この基金をもとに桜井法省が設立された。 桜井法相は1910年から1947年まで授与され、工業科学会との再統合後は日本科学会賞となった。1912年8月13日、浜尾総長の辞任により、翌年5月9日までの間、東京帝国大学総長の事務取扱いの任に当たった。1912年5月に高峰常吉はアドレナリンの発見により、 英国学新賞を受賞した。1913年に広報は国民科学研究所の設立についてと題する講演を行った。同様の提案はすでに何人かが行っていたが、広報の提案を機に研究所設立の計画がスタートした。これに桜井は渋沢栄一らと共に積極的に関わった。また1914年に第一次世界大戦が 始まり、ドイツからの科学製品の輸入が滞ると、研究所の設立が急務となった。こうして1917年に、理科学研究所が設立され、桜井は初代の副所長となった。1919年に、桜井は東京帝国大学の教授職を辞した。当時はまだ定年退職制の是非が議論されている、最中であった。彼は定年制を支持していたため、 官璧をもって辞任したのであった。なお定年制は、その後同じく定年制主持者であった小材義直が翌年に総長に就任し、1922年から東京帝国大学全体で実施されることになった。1920年6月2日、貴族院直選議員に任じられた。1921年に大河内正都氏が利権の三代目の所長となった。この際に、 桜井は副所長から退いた。翌年、主任研究員制度が発足すると、桜井は自分の文科生のほか、鈴木梅太郎や北玄一を抜擢している。1923年にメルボルンにおいて開催された第二回反対併用、学術会議に出席し、三回目の会議を東京へと、招聘した。1926年に開催された、同会議では議長を務めた。 1925年に、万国学術研究会議の参加である学術研究会議の会長。1926年には、帝国学士委員長と数密委員問官に就任した。1928年、英語教授研究所の理事長に就任した。1932年には自身らの提案で、設立された日本学術振興会の理事長に任命された。 1937年万国学術、協会副会長として総会に出席するために、法王し、母校のロンドン大学を訪れた。名誉学友として推薦された返礼として、晩参会において演説を行った。1939年皇居、去年81歳。死に際して男爵くらいと、君一等旭実党課題受賞が追贈された。 桜井城に桜井城二階勲章と、外国勲章廃用隠居異母兄として、長兄の木三郎と次兄の戦士進むがおり、同母兄に三兄の坊起と四兄の肖像、五兄の竹吉がいるが、木三郎と竹吉は創生した。また弟の大二郎と妹の梅子も創生した。三兄の桜井坊起は、旧制第五高等学校の校長を務めた。坊起の長男、春季は、 元三菱重工業社長。某機の長女、高見は建築家の藤村明に嫁ぎ、某機の次女、住は実業家で、日本の鉄道ファンのパイオニアとして知られる、岩崎照ヤに嫁いでいる。したがって、桜井俊樹は上二のおいにあたり、藤村明と岩崎照ヤは上二の儀いにあたる。四兄の桜井正造は、東京帝国大学教授。 海軍造船大佐を務めた。上二の三男、桜井武雄は海軍大佐で家督を相続し貴族院男爵議員を務めた。上二の逸男桜井末雄も科学者であり、理研観光誌の開発者である。文科生として、池田菊奈片山正雄、飯森里康、真島俊之、田丸節雄、平田俊雄、広行祐吉、深目江徳平らがいる。 池田菊内の妻、帝は桜井上二の妻、三の妹であるため、池田は桜井の義弟でもある。ありがとうございます。